初代通天閣とその手前に映る新世界ルナパーク右手前のアーチが新世界からルナパークへのメインエントランス。背後には通天閣付近の建物が映っている。新世界ルナパークは閉鎖した浅草ルナパークを引き継いで日本で2番目にできたルナパークという名前を冠する遊園地である。これら日本のルナパークのコンセプトは ニューヨークのコニーアイランドに1903年に開業したコニーアイランドルナパークを参考にしていた。1912年に開園し1923年まで営業された。大阪の新世界にあり、敷地面積は13万2000平方メートルであった。初代通天閣から入り口までロープウェイが伸びているなどユニークな造りであった。ルナパークは、 川浦健一によって建設され所有されていた。1911年に彼が所有する浅草ルナパークと大阪の2つの映画館が火災によって閉鎖したことで、1912年に彼は自身の映画会社である吉沢商店を梅屋小吉に売却した。川村はルナパークを株式会社にすることに1912年4月に、 浅草区浅草公園にルナパーク株式会社を設立した。東京にルナパークを再建するよりも、川浦は2番目のルナパークを開発中の大阪新世界に建設する決断をした。同時期に、初代通天閣がルナパーク建設予定地のすぐ北に建てられていた。こうして、ルナパークのホワイトタワーと高さ86メートルの通天閣がロープウェイによって結ばれ、 観客がパークの入り口へ向かう際に空中の景色を楽しめるように設計された。これはイタリアのセレッチタンファーニ社が製造した日本初の旅客用ロープウェイであった。新世界ルナパークのアトラクションには絶叫マシーンやメリーゴーランド、ローラースケートホール、演芸場、活動写真館、音楽堂、不思議館、展望塔、大衆演舞場、動物車、及び 幕府渓流、噴泉浴場、円形大浴場、サウナ風呂、温水プールなどが設置されていた。新世界、ルナパークは1923年のシーズンをもって閉鎖された。1943年1月には、初代通天閣が火災により損傷し、そのまま閉鎖され、材料を軍事利用するために、日本政府によって解体された。 戦後になって2代目の通天閣が建設され、1956年に営業を開始した。新世界ルナパーク1号館1910年代の間、ロープウェイによってルナパークと初代通天閣はつながっていた。新世界ルナパークのメインエントランス、入り口のアーチの背後に初代通天閣が見えている。初代通天閣とその手前に映る新世界 ルナパークの夜景、ありがとうございます。